復旧工事が進む熊本城の飯田丸五階櫓、その内側部分で石垣を支えるこのグリ石と呼ばれる小さな石には、熊本城頑張れや、うん、早く治りますようになど多くのメッセージが。これは先月、熊本城の復興を学ぶイベントで小学生たちが復旧への思いを綴ったものです。今日その90個のグリ石が石垣の中へと運び込まれました。もしかしたら何百年も石垣の中に入ったままかもしれませんので、そういうものがここにあるんだっていうことを、子どもたちもまたどんどん伝えていってくれると嬉しいなと思っています。たくさんの思いが詰まった飯田丸五階櫓の石垣は今年中に完成する予定です。